ジャッカルです。おとつい通勤途中の阪急電車乗ってたらね、なんか人身事故が京都の方だったらしくて、で、ちょっと止まっちゃったんですね。で、動けへんなと思って、駅から降りてどうしようかなと思って、タクシーも捕まる気配がないしね。で、ちょうどそこで、同僚がとばったりあったんでね、同じ電車乗ってたんですよね。で、そこから、阪急から、歩いて、北大阪急行、要するに御堂筋線から伸びてるとこですね。北大阪急行の方の駅まで行って、で、そこからぐるっと回って、行こうかという話になったんですけれど、そこでね、世間知らずな僕は、切符を買ったんですよ。ね。これ、緑地公園駅って書いてある。130円出してね。ところが、これもう買った直後にね、振り替え、輸送というの対象になってるから、定期券見せたら、良かったわけなんですよね。で、駅ってね、わざわざ行くのめんどくさいけど、これ、お金に戻してもらおうっていうのも あったんですけど、これちょっと、日付も書いてるから、ちょっとね、振り替え輸送デビューということで、その記念日に取っとこうかな、ということでね、一つ、勲章が増えたというね、胸に飾るわけでもないけれども、ということです。シャランラシャランラヘイ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 シャランラ子供だなんて思ったらお間違いよ女の子二つの胸の膨らみは何でもできる証拠なのお化粧なんかはしなくてもあなたは私にも夢中真珠の涙を浮かべたら男の子なんて一頃よ魔女子メグは魔女子メグはあなたの心に忍び込む忍び込むシャランラシャランラヘイ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 シャランランランイエイエイシャランラシャランラヘイ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 シャランラ知らないなんて思うたら後悔するわ女の子瞳の甘い輝きは何でもできる証拠なの好きだと言葉にしなくてもあなたは私に恋してる可愛い口を開いたら男の子なんていいなりよ魔女子メグは魔女子メグはあなたの心に忍び込む忍び込むしなくてもあなたは私にも夢中真珠の涙を浮かべたら男の子なんて一頃よ魔女子メグは魔女子メグはあなたの心に忍び込む忍び込むシャランラ